お持ちでいらっしゃいますね。また来よう。クロード様は百姓か。そんな気がするよな。に戦える百姓がいると。いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。どんな鎧でも扱います。きっとあなた様をお守りしてくれます。怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？空、天をもかけよう。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、妖霊。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道
お前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらん。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせてます。化け物になり下がったと示すだけ。志村、何か聞こえた。見に行く。音がしたような。いらん手間を取らせるな。
荷が改められるまで待つか。怪しいものはないな。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らはアキュートだ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。トメもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだろう。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ。だけど今は我慢しなきゃな。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。
な凶行を許すわけにはいかない。数日のうちに我らは北へ進み、敵を撃ち出す。やつの隠れ家を見つけ焼き落とせ。命令していらっしゃる。大子どもの毒はどう防げばいいんでしょう。と劇を飛ばしたかった。陣、恨むぞ。させてはならぬ。向こうに何かいる。調べるぞ。何もないか。無駄骨だったな。目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境。クロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通りだ。ハーンの居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。調べる。裏切り者。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境。クロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通りに。ハーンの居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみる。
座敷。ここに帰ることはなかろう。調べろ。あっちから音がした。行くぞ。探すのはやめておこう。探しても無駄だ。酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。
遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた。ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。酒井様、杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。お手伝いできて光栄です。お役に立ててください。ここで良い知らせをお待ちしてます。酒井、その弓頼りにしております。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか。この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。
そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。社会皆の者、ブルーンを。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。すべてなで切れにしろ。誰一人通しちゃダメだ。恐れず戦え。進め。遠兵が来るぞ。行くな。囲まれてしまうぞ。押し返すのだ。皆殺しだ。うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちは大門を攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ。
今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士、また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、酒井様に続くのだ。クロードに続け。Negium Harsinta. To you, Harsa. Termo and Delbeca. Medellic, you malak. Which be shred? Tata. Her hatch much mitten. Major! Za. Mutter.屋根に登らねば。敵陣を見渡し、ハーンの居所を探る。あら、ザーを出すな。この櫓を登れば敵陣を見渡せる。
원한민! 黒だらけだ。 己 も 志村 も くだらなかったからな。 和平 にも 応じず、 己 は 戦 を 選んだ。 では その 報 い は 本土 の 民 に 受 け て もらう。 この 対馬 から は 出さんぞ。
の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はか様。破れたであろう。こたびは勝てるとでも。勝ってみせよう。切り捨てろ。
が来る。やれ、この名はついえぬ、とこしえ。いや、そうはさせんぞ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。民には希望を、猛虎には恐怖を与えろ。それで侍に追われろって。武士の心を変えられるのはお主だけだ。戦い続けろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。鷹を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけどもう一人きりだ。そうではない、俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。
着場で待とう。誰が相手だ。ハンと差し違えたと聞きました。生きていらっしゃったんですね。おじ上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば猛虎の残党を打ち払い、島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても、ついてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。猛虎は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。
今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は？城郭へ。クロード様の税がいるので。税がおるのか？ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよう。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。税などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は頭を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。坂井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと？クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし。己を守るためです。毒でか？もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる？残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。
け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。我がシフト。分かるる縁と知ればこそ。かくまで足の歩まざるとは。母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。地に背くわけにはいかん。私を切れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。
前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。へっ、道に背くわけにはいかん。私の過ちを立たせるつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。最後を遂げたい。誉れをなくしても父だけは消えません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上。